を中心に試合序盤から攻め立てます。すると互いの負けられない気持ちが試合をおかしな方向へと向けてしまいます。ボールを持った大久保選手の後ろから相手選手がチャージ。足を蹴られた大久保選手はあまりにも危険なプレーに激高。このプレーで両者にイエローカードが出ると、その後も互いに激しいプレーのオンパレード。蹴ったり突き飛ばしたり引っ掛けたり顔を叩くなんてことも。勝ちたい気持ちが空回りするばかりでイエローカード連発。さらには我慢もここまでとばかりに掴み合いになり、一触即発の場面も。両チーム合わせてイエローカード9枚、レッドカード2枚が乱れ飛ぶ大荒れの試合となってしまいました。それでも川崎は前半38分文字通りの激戦をなんとかものにしました。